ですね、後輩が後輩を連れてきたっていう。まさかその後輩の後輩が知ってる後輩やったっていう。そうですね、さっき感動の再会されてて、感動で。何年ぶりですか？7年ぶりぐらい。7年ぶりで、ほんでレッスン1回来てくれたぐらいから、普通なら覚えてないじゃないですか。はい。あ、でも結構あんねん、俺なんか、はいはいはい、レッスン受けたことあるんで、そんで、はい、なんか分かる時もあれば、あ、ちょっとみたいな、はい、変な空気があって、はい、まあ、俺の記憶力がと思ってたんですけど、はいはい、覚えてたもんね。ああ、皆さん、そうなんですよ、覚えてくれてて。覚えてた理由があるんですよ、はい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 。めちゃめちゃ練習してたっていう記憶が、素晴らしい。俺結構そこはね、一番大切、レーダーがあるっていうか、はい、なんか過去の動画にも、はい、俺が今まで見てきた中でめっちゃ練習した感じを俺が感じ取ったやつは 2,3 人って言ったんですよ、はいはいはい、そのうちの一人です。おお、ありがとうございます。もうレッスン何年、10年近くやってるんですけど、こいつ練習してるなっていう人はね 2,3 人ぐらいかな。だからあの動画は嘘じゃなかったの。俺が数字欲しいがために証明された。なんか2人ぐらいや言うて、それいつも誰の真似なんですか。心の中の俺じゃない。それがほんまやって、だからほんまになんか俺の中で記憶あれは記憶に残ったやつがいてて、あの時学校行ってたんやったっけ。そうです、高校行ってました。ま、高校生、まともに行ってたわけだった。まともに行ってましたね。そう、はい、まさかここで会えるとは。伏線回収っすね、動画。伏線回収っすね。いや、俺、長くやってて、よかったなと思うのが、結構こういう出会いが、いや、本当に。何人かね、来てくれた人で、なんかデビューしたとかいう人見てて、はい、いや、なんかちょっと歴史聞きたいな。あの後、十何歳から、はいはいはい。来てくれて、その後、はいはい、その時はまだ高校生。高校生です。うわ、そっからじゃあ、どういう経路を辿っていった？え、まず、そもそも、もう、うん、その、当時行かせてもらった時も、ああ、田舎で軽音部とかもなくて、なんで、あの四国やろ。そうです、四国です。いや、俺覚えてたもん。そう、それ覚えてくれる。すごいですよね。香川か愛媛から。愛媛です。愛媛よね。愛媛。そう、覚えてた覚えてた。そうなんですよ。愛媛でもう本当軽音部もなくて、はい、もうずっと家で一人で弾いてて。あ、はいはいはい。はいはい。でそれで大学入学きっかけに18で上京してきて。はい。でそっからもう本当に普通の大学生やってて、でもまあギターはずっと弾きつつみたいな。で卒業してからもまあやっぱギターでちゃんと食べたいなっていう思いがずっと大学中からあったんで、はいはいはい、卒業してからももう音楽の仕事なんかしようと思って、はい、でそれで世界さんと同じ職場にたまたま入ってんで仲良くしてもらって、あ、それで知り合って、はい、知り合って、衝撃的やったよ。確かに。何この人、この世界入ったらこんなやついっぱいおんねんみたいな。確かに。でもええやつやからね。こう、こういう側しますけど、めちゃめちゃ根がいいやつで。そうですね。いい出会いだったと思います。いや、めちゃくちゃ本当によくしてくれて。大学中はなんかバンドとかそういう音楽活動やってたり。バンドは、そうです、自分のバンドをやってなくて、大学中は。あ、サポートとか。サポートとかはちょこちょこやりつつ、あとなんかそれこそバンドカラオケでバイトしたりとかみたいなこととかは。あ、その大学中から。はい、大学中からちょこちょこやって。住んでたのはどこら辺の？中野近辺。一回引っ越してて、大学中からも。現在は俺ら今4人で撮ってるんですけど、だいたい近所っていう、まあ半径1キロぐらいすぐ集まれるように、ね、じゃあ今後も我々でまた撮る機会あると思いますけど。やったー。え、それまではどこに住んでたんですか？それまでは僕板橋住んでました。あ、板橋。板橋。ああ、はいはいはい。現在24歳で。24歳です。かー、どうですか、ギタリストを目指してみて。え、そうですね、本当にこれ本音言っちゃいましょうよ。あのこのぶっちゃけ西尾智也のぶっちゃけ TV の、まあ、悪いこと言わないか、なんかパクってる。なんかいっぱいぶっちゃけちゃうぞ TV の、本音いっぱいぶっちゃけちゃうぞ TV。 西尾智也、どうですか。まあでも24ぐらいから、だって俺22で上京したんで、それから考えたら24で、そのなんか仕事したりとかなんかは全然すごいっす。これからじゃないですか。これから、そうですね、頑張りたいっていう気持ちですね。はい。でもまあやっぱり弾いてて、うん、そうですね、もっと上手くなりたい、上手い人、そう、上手くなりたいです。確かに。なんか誰が聴いても上手いだろうっていうようなギタリストになりたいですね。いい情報あるんですよ。ほう。あのね、はい、僕英語サーチしてたんですよ。はいはい、あのね、はい、あのツイッターとか X で、はいはい、まあ、そんなせやんでいいのにしてたんですよ。はいはいはい、ほんなら、はい、下手なギタリストランキング1位。はい、西尾智也ってわけだ。誰が書いてんねん、ほんま。ほんまね。
でもね、ここでね、はい、普通のギタリストだったら、はい、おーいってなるじゃないですか。なりますね、はい、安心してください皆さん、はい、ここまでやり続けてた私はどう思うかって言ったら、はい、そいつにとにかく言うぐらいならば、はい、練習した方がいいんですよ。これ名言っすよ。 俺の名言言っていいですか。白熱してます。もうあのね、はい、生徒さんがあのもう上手くならないんすよって言うんですよ俺に、はい、で練習してもって言うんですよ、はい、で不安になってたんですよ、はい、俺ズバッと言うてやった、はい、名言があって、はい、練習して下手になったやつ一人も見たことないって言ったんですよ。そうっすね。下手なギタリストランキング第1位、あ練習したらええんすよ、皆さんも。回しますよ、皆さん。間違いないです。だから、その、あの、もう、ごめん。今日の主役、彼やからね。名前言ってなかった。林大輔。林大輔と言います。林大輔金です。この動画終盤というか、あの、真ん中で名前を言うっていう。大丈夫、あの、テロップみたいに出てるから。ありがとうございます。あの、目標があるわけで、まあ、俺もみんなも、その、上手くなりたいっていう目標は、そうですね。一緒だと思うんで、練習するしかないんですよね。間違いないです。練習いっぱいしたやつが最後まで立ってるから。いや、本当にそうですね。でももうあの年齢若いから、うん、歴史短かったから24ぐらいやから、はいはい、多分ねこっからの30歳ぐらいまでがめっちゃ勝負やん。いや多分めちゃくちゃかっこいいと思う。だから、うん、今はなんかこう思うのありやん、うわーもっとなんかこうみたいな。でもね、はい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 、あんまね心配ないと思うわ。本当これからの方が多分絶対大変大変っていうか、いろいろなんかねテクニック以外のとこが問われるんだと思う。それはすごい感じますね。ねえ、すごい。言うたれ。初めて来た。言うたれ、あの皆様に。いや本当にでも初めてこの音楽の仕事とかいろんな人知り合ってみて、みんなもうめっちゃいい人ばっかりなんですよ。だから人間性がね。そう、本当に人間性。変な人もいますよ。もう怖かった。まあ、それはたまにあります。変な人も いるんでしょうね。はい、たまにきっと変な人はね、はい、いる。多めにいるんでしょうね。はい、それはね、こっからね30までに何回か揉めます多分。大丈夫大丈夫。30代も揉めてる。でもねやっぱね、あのね。そういう人もおんねんけど、はい、面白いのがその人たちにも考えがある。いやそうですよね。そうです。だからそこは合うか合わないか、もしくは理解するかしないかの問題だって、でもなんか合わない人とやってもなんかね良くならない場合はもうやんなくてもいいと思うし。ああ確かに。いやでも24ぐらいに戻りたいよね。戻れるもんなら。戻ったら何されますか24に。いやもう実家帰るね。戻ったらさ攻略法聞こうと思った。違う人生歩むよ俺。でも24くらいに戻ったらどうします。結構24でしょ今日。どの道僕たまに考えるんですけど、はい、今この感じで、うん、20代前半とかに戻ったらと思うんですけど、はい、結局ギターはけど僕ね小5から弾いてたわけで、まあ、そう全然そのほんまにねもう練習しなかったですけど、うん、やってたわけでってなったらやっぱギターは好きやったんで、うん、どうしてもやっぱギター頑張りたいなってなって、うん、なんやかんや、うん、こう別の仕事やってもいやいやいやなんで俺はこんなことしてんねんなんでやって絶対なるんですよ、はい、と思うんで、だから今正直僕月16万ぐらいしかいや今月に関しては15万しかなかったですけど、それでも、はい、ギター弾けてて、はい、幸せです。わまとめてくれた、はい、途中何言ってるか全然分からなかった。彼はほんまいいこと言いますよ。確かに、何が言いたかったのかは残ってないけどなんか感動はしたな。結局だから他のことやっても多分ギターそういうことかやるって多分自分が24とか、はい、20代前半に戻ったら、はい、脳みそを使えって言うと思う。あその時の自分にもうなんかね反復練習っていうのはめっちゃ大事だと思うね、思うんですけど、反復練習はねなんつったらいいのな、なんかね行ける場所が求めてるとこと違うとこに行かされる場合があって、あやっぱね全て頭の良さよ。あそれすごい感じますね。ほんまにそれは20代前半に戻ったら、まあでも戻ったとしても
アホなわけやんか。わかるわけないよね。確かに。はーいっす。おばさんやってみますって言うけど。お前返事だけはええな、みたいな。俺未だにそういうやつっすね、多分ね。未だに。でもなんかそれが良かったりすんだよね。だから、なんか変に頭良すぎても、なんかこいつ、なんか戦略的やな、みたいなのあるじゃないですか。ハワイゲ的な。そう。だからまあ、でも一番正しいのかもね、結局同じ道を歩んでんのかもしれない。で、そうっすよね、なんか。だからどんだけ俺が、お前脳みそ使えよって言っても、はい、はいって言いながら心の中で、お前誰やねんって思いながら、話聞いてんやつやって俺。確かに。多分ね、そうなりますよね。自業自得なんですよ、俺。ちなみに今、どういう活動をされてるんですか？今は、そういう音楽のバイトをしつつ、ね、個人で仕事を探しつつ、いろんな案件をちょっとずつ受けていけないかなっていう感じで、それこそバンドのサポートしたりしたいなとか、あと歌ってる人の後ろで弾きたいなとか、はいはい、そうですね。そういう感じで、なんかいろんなちょこちょこした現場を持ちたいなって思いながら、探しに行ったり。そうです。探したり活動したりしてますね。いや、ほんまにでもね、なんかこう、仕事ってなかなかね、俺ほんまにそこら辺歩いてたもん。はい。仕事ないかな。山崎まさよしのあのワンモアチャンスみたいな、こんなとこに落ちてるはずもないのにみたいな感じの歌詞あるじゃないですか。そうそう、なんかこう窓とかこう開けてなんか落ちたってこれやこれやなって。いやでも本当にそうですよね。ギター弾いてお金もらえるっていうのがやっぱり一番わかりやすい目標で。なるほど。そうやな。仕事ないよね、マジないです。本当にないです。ほんまないね。こう分かってくれ、みんな。もう、俺、ボロカス言われてるけど、俺、ボロカス言われんの仕事やもん。マジで。ほんまに、皆さんが俺もボロカス言われて、へぇー言うて、小銭を集めて。そんな。なんか俺、先輩に聞いたことあったんですよ。俺、まだ食えてない時、先輩、仕事ないっすかねって言ったら、結構、仕事やってる先輩が、ないって言ってたもん。だからそれ嘘じゃなくて、多分そんなにみんなに分け与えるほどの仕事が多分ないんだと思う。だからもう入ったらね、そこで自分がこなしていくぐらいしかないから。本当にないですよね。そう、ほんまにないから。だからもう作るしかないんだと思うね。ああ、なるほど。うん、そっちの方が多分俺は未来的なことを考えたら正しいんだと思ってる。ああ、なるほど。作るしかない。へえ。作ったら集まってくんね。はい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 、はい、結局作るっていうのはどういうことなんですか？だからやっぱり自分で何かアクションを起こすってことです。なんていうの、その皆さんがお金出してくれたら仕事になるわけじゃないですか。はいはいはい、はい、だその行動を何でもいいからするみたいな、はい、それこそ今西尾さんがやられてるようなイベントだったりとか、ああ YouTube、 ああそう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 、ね、YouTube してなんかまあ喜んでもらえればお金もらえるし、はいはいはい、なんか探すプラスもらう仕事も入ってこれば、なんかこうもらったり作ったりみたいなことになるんで、それでなんとか食べていける。確かに。いやでももうギターで稼げてる人というか、そのギターで生きてる人みんなそれ、ああもうなりたい人の像ではあるんで、あるし今は。ああ、大輔が。大輔がです。ほんまのこと言うたれ。ほんまのこと言うたれ。ほんまのこと。じゃあ嫌いなギターですわ。トップ5とか。いやまだ多分ピュアなところがあると思う。なるほど。いう感じで。これちょっと西尾さんと大輔くんのセッション個人的に見たいんですけど、これちょっとお願いしてもいいですか？